コンサルティング支援を求める経営者の主訴第1位はということで、今開設事業所これから始めますっていう方の支援と、あとは運営してるんだけどなかなかうまくいかないから支援してください、教えてくださいっていう、運営支援と、大きく2つの支援をしてて、あと実際そのお金をいただいて支援につながる、10倍ぐらいの方から、いろんなお問い合わせいただいて、実際そのサービス提供させてもらうのはごくごく一部なんですけども、問い合わせ引き合いの段階で、多くの経営者と、少しだけやり取りをさせてもらう中で、何に一番困ってるかなっていうところを、まとめると、やっぱ一番は、スタッフ教育、療育という、他にない業界だし、その経験初めてですっていうスタッフが大半、そのスタッフに対して経営者としても療育を教えるってこともままならない中で、どういうふうにしてこうスタッフを教育していけばいいんだろうか、スタッフの教育機会を用意すればいいんだろうか、圧倒的に一番ですね、一番困ってます。2つ、第2位としては、採用だったり人員配置だったり、なかなか思うようなスタッフが採用できなかったり、残念ながら辞めてしまったスタッフの、穴を埋められなかったり、あるいはそのチームで、療育を支援をするわけですけども、どういうふうにこう人員を配置して、支援を提供していくのが一番いいのかっていう、そのあたりの、相談困りごとっていうのが、第2位ですね。で、これが引き合い始めこう一番大きなこう枠の中で、そこが一番ニーズがあって、ただちょっと表面的なメールで1回2回でやり取りの人も多いので。ここではその運営支援、実際お客さんになって経営者とこう私たちがこう対話を繰り返せるような関係になったところで、かつ開設支援じゃなくて運営支援、今現在事業所を運営してます、事業所を経営している中で、一緒に改善していきましょうというお客さんから、教えてもらったことなんですけども、やっぱり現場がうまく回ってないか、事業所が赤字であるっていうところからこう入っていくんですけども、何回も、経営者と対話を重ねたり、実際こう現場にお邪魔させてもらったりで、現場のスタッフの方々とお話させてもらった中で、結局ね、行き着くとこはここだなっていうのが、経営者と現場スタッフの軋轢が、根本原因であることが多い。どうしてもこう立場も違う、見えるものも違う、やるべきことも違う、経営者と現場スタッフ、軋轢があって当然といえば当然なのかもしれないし、それをこうゼロにすることが全然目的でもなければ、ゼロにならないものかもしれないけども、やっぱね、そこがあまりにも軋轢が大きすぎることで、その現場がうまく回らない、赤字、あるいはスタッフの教育というところまで全然踏み込めない、人員配置もその経営者だけでやろうとしたのでうまくいかないという、なんか全てはそこに行き着くなというのは感じますね。経営者と現場スタッフの軋轢が根本原因という感じます。